皆さん、焦点の時間でございます。すっかり何かの依存症の皆さん、そこでですね、どうしても丸々やめられない、どうしても丸々やめられないんだなど言ってください、うん、なるほど。私がですね、今はいい薬あるよと言いますので、さらに続けてください。はい、千乃さん、どうしてもニコチンやめられねえよ。今はいい薬あるよ。やめれたの？いや俺使う…うーん…うーん…いや、多分いい薬あるよって言いながらタバコ刺した一人。もったいに戻そうとしてる。間違いなくタバコ刺した一人。ちょっと軽いタバコ渡すわ。罪悪感軽減。マイセン1ロング渡すわ。やば。はい、ロボロさん。エミさんです。はい。本気っぽい。いやー、どうしてもマチコンをやめられないんだ。今はいい薬あるよ。いや、実体験が一番いい薬です。俺が言ってんのそれ。そんなに誘っててできてないって、もうやめた方がいいよ俺。まあそれはみんな言ってる。まあそれは、うん、今と成功だけないやんの。なってみたいよね。そうだよ。ノムさん、工藤ようですけど、事実陳列罪はね、この前厳罰化されたところですね。前提条件はみんな隠した状態で暗黙の了解で進めてますから今。ロボロさん、今隠したって言いました？言ってない。一言も言うてない。はい。お、はい、どう先生。俺どうしても小根島のこと忘れられないんだ。今いい薬あるよ。もうみんな飲んだらしいな。はいな。え、みんなって誰かな。誰やろ。誰かな、みんな。誰のこと言ってる。コネシもわからんな。ゾンビ三錠飲んだらしい。シンは誰や。聞き覚えないな。分からへんよな。なんか寝たら忘れた気がするな。お前なんか薬いらずやん。こちらの画像に一言添えてください。やる気ねえこいつ。じゃ、はい、ロボロさん。これ男性ならふとした瞬間これあると思います。はあ、男性なら、うん、あ、買ってきた。いやこれない。ある、あるよな。あるけど、まあなんか分からんでもない。そう、疲れてる時とかならん。あるな。なんで今、うん、なんでっていう、まあ、これでうビキビキビキ。なんかなんでんなあれ。不思議なんやけど。はい、しょびさん。いや、俺まずこれが派手すぎひんと思ってんけど。はあ、なんや派手すぎる。ああ確かに。そういうね。なんでちゃいなんや。ん？なんで。なんでお前会社こんな感じなんや。どうかしましたか。いや別に。正体現したね。顔ちっちゃい。顔ちっちゃいけどおかしいよ。首どこ行ったんや。はい、トムさん。まあこれもクソ画像なんですけど。はあ、クソ画像。ちょっと左がはだけてたので。はあ。多分これ。何やねんこれ。何やねんこれ。どういうことやこれ。お前やってんだろ。くれよ。これ決めてないと作れないよ。え、左の乳首からビーム出してるようにトントンには見えたんや。この発想、あの日頃からビーム出してなきゃで、あ、そう。あ、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 ちょねえ。なるほど。はい、ビーム。じゃあ先生、え、お画像台では珍しいな。まあそうですね、特に字幕とかないんですけど、まあ。いや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 。おいおい、ゆうみに固まったこれ。お前ついにやり始めたかこれ。お前、まあ、曜日までわかるわ。何曜日とか。大先生は6時になっても仕事をしてるというのに、定時投稿制、定時投稿制と責められて。そう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 。いや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 、今のが水を得た魚っていう意味だった。